はい、どうも、ネクロスです。さあ、今回もブレス・オブ・ザ・ワイルドやっていきましょう。前回はなんか、こっちの奥行って、このガテップ地をね、探索していこうっていう話をしとったところなんですが、今パッと見たら、あ、これコログやな。これはコログでしょうね、この丸いやつは。まあ、ここに敵の本拠地があって、ここが、崖？これ渡っていけるかな？ちょっとどうしようか。まあ、行ってから、考えるか。じゃあ、バイクでゴー。バイクでゴーでお前電車でゴーみたいに言うな。お前またお前おんのか。お前はようおるな。そんなに死にたいんか。はい。槍か。槍はいらんな。なんで雪だるまが転がってんねや。ちょ、こっち来んなよ。これは、こうしろってこと？ビタロック便利やな。おれ！これ向こうに飛ぶんかな。あ、すげえ。結構バイクって飛ぶんやな。なんで一回殴っただけで遠くに飛ぶんやっていうツッコミはなしで。いや、お前らさ、学習能力ないんかな。そんなとこおってもバレんねんぞ。保護色なりきれてないよ。結構なってるけどさ。結構保護色やけど。ちょ、降りるんじゃなくて。じゃ、乗るんじゃなくて素材回収やな。で、この奥に、敵の本拠地があるみたいなんで、落としに行くか、俺。おれ！で、こっちやな。いた。瞬間に、射抜く。ちゃ、十字キー上じゃなくて左。オッケー。オッケー。こんだけか。見張りはこんだけっぽい。うわ、めっちゃおる！え、どうする？これ、なんでバレてない？これどうしよう。今時期はさすがにまずいぞ。しかも、モリブリンっていう。どうしよう。これ、モリブリンにバレる？あ、バレんのか。くそ、お前の体に隠れようと思ったけど、バレたっぽいな、やっぱり。じゃあ、蛮族に変えて。槍でいっか。1対1になったら体験に変えようか。まず HP 低い白銀からやっていこう。ちょ、あっ、やっぱ。金色な火力やばすぎ。危ない。オッケー、ダルキでナイス。ほい。壊れる。槍でツンツンでいっか。はい、ほい、ほい。オッケー、倒した。待って、ダルキル。オッケー。これで。ちょ、総菜は回収。待って、どこ行く？オッケー。これで後ろ取って、どこに攻撃しとんねや、お前。知能なさすぎるやろ。さすがに。さすがに IQ3 やろ。あ、1ルピーある。倒せ。危ない！オッケー。よし。ふぅ。今時期強。HP 高。あ、ダイヤモンド落ちてる。いいね。ダイヤモンドはなかなか嬉しいよ。なんか、特になんか使う予定はないけど、なんかダイヤモンドっていうだけで嬉しいよな。騎士の剣。この上に、おっ！あ、焚き火が！また金色おるし、危ね。ちょ！お前、金色、白銀、え？白銀と金色多すぎやろ。まあ、そっちの方が俺は、戦いがいがあって嬉しいけど、楽しいけどな、嬉しくはないな。ちょ！あっぶな。待って、これはビタロックで止め、なんでマグネキャッチ？ちょ、もうほんまに。ほんまにさ、やばくね、お前ら。止めて隙作って、ちょっと俺怒らせたよな。お前は俺を怒らせたってやるぞ。はい、ちょ、はぁ？ちょっと、もう、盾を使ってさ、はい。ちょっと短縮しよう思ったらさ、そうなるやろ？オッケー。結局おばさんだけなんよ。死ね！うん、オッケー。んーで、もう一回バットに変えて。痺れ取れたけど、もうご了承してよろしい？はい、残念。どこ狙ってんねや。お前、リーチが長すぎるのがあだとなったな。よし。早く宝石を出せ。
結構落とすね。あとは金色だけやと思うけど。いたね。お前は、ダルケル。いや、ダルケル消えんのか、ため攻撃したら。とりあえずオーバーサンダーもいらんから使って。オッケー。他は、こういうのから使っていこうか。両手剣とかね、こうやって、敵がなかなかね、動かない。森ブリンとかには結構有効。個人的な意見やけど。もう倒せる倒せる。よし。結構落とすね。よしよしよし。さあ、宝箱は？超二つとも外したっていうね。炎の矢か。まあまあやな。なんか上にあるぞ。あ、先ほどが倒したやつか？じゃあ、オバサンダーで死んだやつか。じゃあ、こっから、あ、そこ転ぐやな、そこ。この上か。この上転ぐっぽいね。ダルキル様もいらないな。潰すか。お前、なんでそんなとこおんねん、お前。どう間違えたらそんなところに行くんや。おかしいやろ、お前。どうやって登ってきた、お前。ポケモンのロッククライムでも覚えてんのか？コログの実、ここの爪。ダルキルいらないに潰して、こっち、あ、ほこらあって、風があるな、風。で、登って、お、いい感じ、いい感じ。なんか、爆弾で破壊できそうなやつない？交渉がある、交渉が。はい。ヒュージー氏。なんか、ヒュージー氏俺欲しいとか言ってなかった？気のせい？なんか言ってた気がするけど。琥珀。琥珀の耳飾りってマックスまで強化したっけ？どれや？あ、してないわ。あと1段階強化できるわ。なるほど、なるほど。じゃあ、あの試練の祠やったら、強化しに行くか。これなんだこれ。宝バックー！はい。オーケーの意味か。いらんなあ。っちにも上昇気流出て、いいね、上昇気流。なかなか任天堂、なんか飛んできた。学習能力がない、アホが飛んできた。はーい。弓矢で俺に勝てると思ってんのか。お、なんか下に、氷の塊がある。絶対コログでしょ。ここ。よし、じゃあ炎の矢で、溶かしましょう。左側は何もなかったけど、あ、宝箱。爆弾矢10本、いいね。爆弾矢ってどんぐらい持ってる？ 52 本か、少な。やっぱ爆弾矢って結構レアよな。あそこにも炎ちゃんは氷があるから、氷溶かしたいところではあるけど。はい。はーい。あ、交渉。ちょ。ファーク。ヒューチーシ。微妙微妙か。琥珀って結構ね、レア度低いからね。微妙っちゃ微妙やな。なんか攻撃力54とかあったぞ。強っ。ルビーいいね。普通の交渉からもね、宝石こんな感じに出るから、結構いいよ。これはあれか。スタル、ヒノックス？スタルヒノックスは夜にしか動かないから、バイバイ。学習能力がない。アホめえ。よし。お前のそのバッタが強い。あれ？ああ。これあれか。またコログか。マグネキャッチで。上のチョボが2つ足りんから、お前で、そこにチョボを置く。ここ。オッケー！完璧！コログの実、10個目。結構集まってきたな。というわけで試練の祠。ここは確か力の試練極意やったっけ？ミャ、ミウの祠。やっぱ力の試練極意やったな。一番左端っこは極意っていうのはさすがに覚えてた。しょっぱなは、あ、待って、ガーディアン武器持ってたっけ？あ、持ってる持ってる、いいね。しょっぱなビーム撃ってくる可能性あるから盾で構えたけど、撃ってこなかった。火力やばいよ、これ。火力やばいよ。ほら、もう半分減った。やばすぎ。これで HP3000 なんで、半分減ったってことは、1500。で、これで壊すことに。今言いたかったのは、武器を壊すと、こいつがひるむんよ。ガーンとか言って。それを狙ったけど、残念ながらって感じやね。ちょ、離れるな。オッケーオッケー、それは隙が大きい。ほら、ほら、アホ、ほら、アホ、ほら、アホ。で、前に攻撃やろ。アホだなぁ。いた！ちょ。で、それは、あとはもう、隙が大きい攻撃なんで。はい、楽勝。
克服の証、四つ目。お、いいね。ハートの器ゲットやな。ハートの器、パキン、十、四個目やと思う。多分、わからんけど。勘で言ったら勘で。ちょっとジャングル行く？ジャングルも行ってみるか。なんかすげえ、めっちゃラグいぞ。すんごいラグいぞ。ちょっと、バイクはちょっと相性悪い。相性っていうのが言い方があれやけど。この上なんかあると見た。この上はなんかあると見た。なんもないんかいい。お、コッシーワさんの声が聞こえる。あ、いた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 。カッシーワさん、久しぶり。おや、こんな深い森の中に旅の方とは。お、またお会いした、あらい。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者の古の歌が伝わっているのですよ。いかがです？意外。はい、聞かせて。ありがとうございます。それではお聞きください。どうぞ。もう竜のアギトって聞いたらさ、もうモンハンのアギトしか出てこやんわ。そこに勇者の試練が眠る。へえ。深淵の森というのはここから北にある樹海ダムゼルのことだと思いますが、この辺りで大蛇はおろか蛇を見たこともありません。ましては竜など。きっと私には思いもよらない秘密が隠されているのでしょうね。ではあなたの旅路に光がありますように。蛇、そういえばさ、ブレワイで蛇の敵っておらんよな。おったって。 ブレワイってか、もうゼルダでさ、蛇の敵っておったっけ。蛇の敵はなかなかいない気がするな。これなんだ、これは。これなんだ。あ、すごい。鎖で繋がってる。あ、これはこっちに乗せんのか。じゃ、これ持って。あ、お前が、お前ふざけんじゃねえよ、お前。オッケー、わかった。俺の天才の俺はすぐ思いつくから、こういうのは。こうして、とりあえずお前をね、左にするでしょ。ちょ。混んでいいよ。んで、おりゃ、ここに乗せて、もうちょっと右かな。この辺に乗して、乗し、乗して、ビタロックで止めて、マグネキャッチで、置くと。もうちょっと置く。天才じゃね？天才やん、やっぱり。すごい、雨降ってるな。やっぱ樹海っていうだけあって雨が降るな。コロコの実11個目。ああ、これ敵の本拠地。敵の本拠地はナイスやけど、これどうやって登ろう。ちょ、トルネードしていい？ちょうどあと1個やし。はーい。あ、これ封じ打ちできるぞ。よし。で、ゆっくり近づいて、このアングルが好き。マスターソードやったら、普通にもう、こういうのでいっか。耐えるんかい。あ、落ちた。けど落下ダメ。落下ダメージをしっかりしろ。よし。バレていく。あ、そっか。攻撃力アップしてなかったんか。満足装備忘れてたわ。オッケー。1、2、3、4、5、6、7。オッケー。なんかウィズローブがなんか、ちょっと貫通してる。ちょっと貫通してる。お前、それすごい。お前。ちょ、お前、なんかウィズローバグってるって、お前。お前、それはせこいわ、お前。引っかかってるな、お前。引っかかってるな、お前。ほら。面白すぎ？さすがに。ボルトウィズローブは弱点がないから、今までのウィズローブみたいに、弱点の属性で矢でパーンって一発で葬るってことはなかなかできないから、なんか弓矢構えてる人いるけど、弱っ。これウィズローブ倒したから雷やむかな。あ、やんだ。え、弱っ。あ、青か。びっくりした。なんか弱すぎるわと思ったら青やったわ。はい。あ、なんか敵少ないな。このまま北に行こうか、北に。お、すげえ、なんか電気の膜みたいなのまとってる。すげえ。待って、これやばくね？お前、ダルケルの守りしっかりしろよ。お、うい、
こいつ雨降ったらこんなことになるんや、これ。え、すげえ、初めて知った。え、死ぬ死ぬ死ぬ。普通に死ぬ。え、初めて知った。こいつ電気ま、電気ってか雨降ってたらこんな感じになるんや。全然知らんかったな。いいもんが知れたわ。普通の矢でいっか。はい、ヘッドショット。よい。ま、ヘッドショットさせろ。ちょっと。ちょっと強すぎん？ちょ、強すぎん？雨降ってる、リザルホス、強すぎん？ちょ。ちょ。これはさすがに。ちょ、これはさすがに強すぎやろ。おぉ！もうキース、お前。ちょ、次死んだらほんまに、ミハーの祈りないから終わりやねんって。なんか、爆弾岩で破壊できる。爆弾岩ちゃうわ。俺、爆弾岩って何や？俺、なんか爆弾岩ってなんか聞いたことあるな。俺を怒らせたようやな。五連弓と爆弾矢の、もういやぞ。はい。結局、爆弾矢ゲーなのよ。地味に初めて倒したんかよ。王家の剣なんか持ってた。なんか、あ、こいつ勝手に死んだ。キースが勝手に死ぬっていうね。さすが。さすがキース。あったあった。樹脂の実あった。樹脂の実なくなったからびっくりしたわ。で、そこがね、爆弾で破壊できたから、破壊。あ、すごい！交渉がいっぱいある。やった。ちょ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 。じゃ、一発で割れよ、ダイヤモンド。嬉しい。はい。はい。いいね。宝石がいっぱいやわ。じゃ、このまま北に向かいましょう。なんか、だだっ広いところに来たけど、奥に白銀モリブリンが待ち構えてて、なんかめっちゃおる。いや、ここはね、バイクで突っ走る。まあ、燃料切れるとかやめろよ。バイクで突っ走るけど、燃料切れるとかやめろよ。ここで華麗な、こう、華麗なスタントを見せて白銀がいるけど、無視して、無視して、大王星の泉に来る、勇気の泉やったわ。ちょ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 、大王星の泉ってなんか懐かしいな。どうすんのこれ。おーい。祈る。フロドラの鱗。フロドラの鱗。持ってたかなー。これか！オルドラかいー。あった！これだ！ちょちょ。あ、あった。ラッキー。はいよ。え？えい。あ、すごい風化してる。苔が入ってて風化してるわ。なんか風化した種がありそう。あ、今の祠チャレンジやったん。あ、カシワさんのあれか。リクチョフの祠。というわけで、シクチョフの祠。なんかクチョフでもなんかゴルバチョフみたいな感じで、なんか可愛いな。ライデンの剣いらん。ライデンの槍か、いらん。はい、克服の証一つ目。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。こうやって見ると結構試練の方からクリアしてきてるよな。これ、試練の方からどんだけクリアしたみたいな数が表示されないのがあれなんですけど、まあ、結構冒険してきたんじゃないかなって個人的に思う。